加減でいいね、あれ、実は。まあ、上げてもいいパターンでもたまにあったりするんやけど、基本104レベルでいい。その104レベルの上げ方も一つに突出した上げ方、SS ドライバーにするんやったら、SS ドライバーのところに全部、グイーンって伸ばしてくれたらなと思うんやけど。まあ、ちゃんと解説してる動画あるかな？いや、ない気がするな。作っといてもいいな、それな。ここ、言葉で説明するのむずいもんな。とりあえず、115にしなくていいんですよ。前やったら115レベルにしたらね、めっちゃ出すですやん。チビキャラもらえたんですけど、今ないんです。で、まあ、107までやったら、やる価値あるんですよ。SS ドライバーとか、すごいな。めっちゃ出すですやん。すごすぎ。どれがすごいかな。うわ、すごいっていうスタンプ持ってないわ。相手の PS おかしいっていうことにしとくわ。よいしょ。何の話だっけ？あ、そう。だから、107レベルにする理由としては、104レベルにするやん。そっから、あれがあるんですよ。ステータスが、20ずつ上がるのが3つ合計であるんで、そこ上げるんやったらいいねんけど、まあ、体力枯れやすいとか、もうちょいだけ相手にダメージ与えたりとか、走り速くしたりとか、そういう考えがあるのであれば、107レベルまでしていいねんけど、まあ、俺的には、体力枯れるんやったら107レベルにするっていう意識かな。で、115にするというか、まあ、111でもいいねんけど、複数の、転生スタイルを使いたい場合やったら、使い分けたい場合であれば、まあ、115にしてもいいかなって感じ。あと一応、ポーズは変わる。ポーズは変わるからアウトした。何そのポーズが欲しいんやったら115にしてもいいけどね。なんだと。だからまあ、自由やねんけど。基本、スタールーンやったっけのことを考えると、コスパ的なことを考えると104でいい、正直。これで瞬間移動できるからめっちゃ強いんじゃん、実は。いや、これ、どうなんやろ？このさ、この子の入れ腕ってさ、バイスの3式で取れるんかな？うわ、怖っ！大丈夫かな？あー、無敵ね。はいはい、無敵からの、はい。あー、いける。あ、いけるよ。でも、相手今スライスやな。でも、相手の SS 怖いからな、これ。グリングリン。あ、でも、いけるな。3式強。おー、瞬間で取ってきます。でも、俺極限もあるよ。あ、体力が。やばい、俺3、4ってちょっと普通にさ、恐怖なんやけど。やばっ、ボレー入れで返したマジすみ。やばいやばい、あ、体力ちょ、あ、スペシャル復活してる。いけー、うわ、取った、ちょ、やばい。ちょ、やばいってやばいって、さあ、驚異的な強さとサンドイテキダリ。え、瞬間移動できるかボレー行く意味ないよな。いや、俺はひたすら、この15秒に1回、うわ、やばいって、あー、でもこれある。いや、この自動変形1回あるのはマジででかいからな。はい、セーフ。すごいや、普通にええや、ワンチャンバイスに勝てる、杖乗してるやんか。やばいやばい、今なんで瞬間でできんかった。はい、バーンやって相手瞬間で取ってきます。いや、瞬間でそんなできんのは強いよな。いや、自動変形使っちゃった。あー、でも決まった。オッケーオッケー。そうやね、この定番時計のやつは瞬間でじゃ取られへんからね。わ、サーブ損なんや。あ、忘れてた。やばいって、普通について、来い来い来い。うわー、マジで。これあれやだ。あ、でも今のは相手スピンやったか。もしスマッシュやった場合、瞬間移動先がボレーエリアやったらさ、なんか変なとこ、わーってなって失点しちゃうけど。やばい、普通になんか入れ板の感じが取りにくすぎる。よいしょ。あ、マジ？でけえ。SS、あれやな、相手極限警戒しとってのパターンやな。あ、これはいけるんちゃう？ここまで来たら、流れはこっちやで。はい、あぶね。普通で相手、悪痛のジャストの出しようとかもよかったな。変かったもんな。いや、おったにはせろ、今ほどはおれへんもんな。これ左下ずっと通信中やから大丈夫かな、これ。何ずーっと通信中あんねんけど。うわ、怖っ。あ、大丈夫やったみたい。なんか、つむつむとかさ、なんていうの、地下鉄とかでさ、まあ、あれってさ、しのてにみたいにずっと通信するわけじゃないからさ、まあ、一回だけ、通信できてプレイし始めればずっとプレイできるわけやんか。だから結構地下鉄でやってるマダムとかをよく見るんやけどさ、なんか前見たんがさ、それなんか通信悪くなりましたみたいな。あれってはい何回か連打したらどうにかなるんやけど、その人はそれを知らんくて毎回タスキルしてる人がおった。だからなんていう、コイン稼ぎしようと思ったらさ、積むの数が5から4になるやつとコインアップはまあ絶対つけるやんか。それを毎回無駄にしてて、やってる意味ないやんっていう人がおった。
隙間時間を使用してコイン減らしてるだけ、しかもまあちょっとストレスもかかってるでしょうっていう。だからもう教えてやりたかったけどね、ちょっと俺はトラウマがあるんでね。昔にね、2年前ぐらいかな、俺全然 YouTube とかまだ始めてない、やから3年前ぐらいかもしれんの時に、初めてで、ね、野良で、あの友達とか、俺高校の時に初めて白手にしたんよ。俺バドミントン部やったんやけど、友達が、まあ、元から中学からバドミントンやってる子やって、バドミントンの面白いゲームってないんよ。だからまあみんな白猫テニスプレイしてたらしいんで、それでまあ俺もね白猫テニスをプレイするようになってここまでハマったみたいな感じやねんけど、まあそのだから初めて1年2年ぐらいしてからですよ、初めてね野良で見まして、電車でね横の人が白猫テニス開いてたんですよ。地下鉄やからね絶対ラグいと思うんですけどやっててね、もう俺あんまりねその人と喋るの得意じゃないからさ、あのめちゃめちゃ考えた挙句もう2駅ぐらい進んでからね、あの喋りかけたんですよ。白猫テニスやってるんですかって。ほんだらびっくりすんだよ、あの目も合わさんと他のアプリなんかパワープロかなんかで変えて次の駅で降りていったのよ。もうそっから俺人と喋れないですもう怖すぎて、もう怖すぎて、もうこれから見知らぬ人に喋りかけるのやめようと思いましたねいやめっちゃ嬉しかったよ。でもだって白テニって全然みんなやってないからさ、ちょっとあれやったんやけど悲しかったですね。それをね前のツイッターでつぶやいたらね、あのめっちゃ200いいねぐらい来てね、普通まああの言って結構面白い感じの動画出してね、うわ今の自動変形いく、100いいねがそこらやのにな、あの200いいねぐらいって、みんな白手にってやっぱマイナーゲームやもんなみたいなみんなあの結構慰めてくれたっていういやもう悲しすぎるよね。そんな年ってね、次の駅で降りやんでも、まあ ほんまに次の駅で降りる予定やったんかもせえへんけどさ、何も喋らん、目も合わさんと違うアプリに切り替えるなんて、そんなそんなね非人道的なまあ確かにね、相手も初めてやったんやろな、白猫テニスやってる人なんかもうこの世におらへんと思ってるからさだからえ幻のなんかもうボルデモートと出会いました的なテンションでどっか行ったんかもしれんけどもう怖すぎたわ。よいしょ、皆さんもそういう経験ありますか？セレナのリーフをラグを使って永遠と留めてきて全部取ってきたし、どんどん、いやそれえぐいな、毎回リーフで返せるまでチャージできるのは半端ないな待って、俺コトラゲットさ、もしかしてブレスじゃないの？オラクロブラが持たしてんのやばいって、今ギアショットあるからなんか不意に押してみたら、マジでせっかく体力回復物にしてんのにさ見た目似すぎやねんって、ブレスとオラクル、ちょっともうちょいね連続して出すやつやねんからさ、見た目ちょっと変えてくれてもいいよなやばいって、ちょっとそれは SS 回転率落ちるやんって。俺はさ、この移動系スキル封印いつまでかかってんの、やっと、あれ、あちゃうわ、これは今サクラで地縛り食らったんやさっきまであの誰やったっけ、カルマの地縛り食らってたんやけど、今は桜の SS の3打球したら、あの、地縛りのやつ食らってましたね。やろ、隣の席の人に声かけるのすごいやろ。そう、俺もあの時はめっちゃ頑張ったと思うよ。あ、これ瞬間でできたんや。めっちゃもったいないことした。その人きっと最高です。いや、ほんまやで。ほんま、悲しすぎるで、あれは。はい、あ、瞬間移動どれできたら、あー、じゃあ、自主バレ生産あるよ。あ、負けた、マジかじゃあ、話を集中しすぎましたね、多分ね。うん、言い訳ですけど。